コールオブデューティシリーズコールオブデューティブラックオプス3コールオブデューティブラックオプス3は2015年11月6日に発売された FPS である COD シリーズの第12作目。本作の開発はこれまでのブラックオプスシリーズ同様トレイヤーアークが担当する。日本でのローカライズと販売は前作までスクウェアエニックスが担当していたが本作はアクティビジョンが担当し コールオブデューティ4モダンォーフェア以来の翻訳になる。日本でのゲーム基盤の販売は PS3PS4 版をソニーコンピュータエンタテインメントが x b o x 3 6 0 x b o x One 版をマイクロソフトがそれぞれ担当している。スクウェアエニックス版では分配されていたが本作では吹き替え字幕ともに同時収録された。サイボーグ兵士や軍事用ロボットが 積極的に利用されている2065年の未来世界を舞台とした FPS でキャンペーンモードとマルチプレイモードとゾンビモードから選べるようになっている。なお、キャンペーンモードは PS4 版と x b o x One 版のみに収録されており PS3 版と Xbox360 版には収録されていない。また、PCPS4 に Xbox1 版の早期、 購入特典として、ボーナスマップ、ニュークタウンが収録されている。サイバネティック技術が進化した2065から2070年頃の戦場が舞台となる。2位と呼ばれる、一種の新種型ブレインマシン、インターフェースが戦場でも使われるようになっている。欧米を中心として結成された、ウィンズロー・アコードは、ライバル組織である中東を中心とする、ナイル・リバー・コアリション。 ロシアと北、アフリカを中心とするコモンディフェンスパクトとの主権を争っている。WA に所属する主人公だが突如として WA を裏切ったチームテイラーの面々を追うことになる。ブラックオプス3ではあるが、ブラックオプスとブラックオプス2ほどの密接な前作との関係は登場しない。本作のマルチプレイヤーは戦闘シミュレーションと設定されている。 ロードアウトの編集は、ブラックオプスにと同様に10ポイントに収まるように、装備やパークを選択するピック10システムが採用されている。本作からの新要素として、スペシャリストと呼ばれる9人の固有のキャラクターから1人を選んで対戦することとなる。スペシャリストは固有の特殊武器か、特殊能力のどちらかを選択し、戦闘中に、 専用のゲージが溜まることでそれらを使用することができる。2018年10月12日、Call of Duty Black Ops 4にあたる。時系列は、棒2と棒3の間となり、シリーズ初のキャンペーンモード廃止シリーズ初のバトルロイヤルモードが実装された。本作におけるゾンビモードは本編とは異なり、1940年代の架空の 都市、モーグシティが舞台となっており、フィルムのワールを意識した演出が取られている。また、システム面においても、これまでのシリーズで採用されたゾンビモードとは一部異なるものになっている。例えば、プレイヤーはマップ内のゴブルガムマシンでガムを購入することができ、あらかじめ設定した5つの特殊能力のうちの1つを得ることができることが挙げられる。ゴブルガムは回数制限のない、 クラシックとクラシックより有用だが、回数制限のあるメガの2種類に大別することができ、このうちメガは、ドクター・モンティの工場で、ゲーム内で手に入れたディビニウム液を加工する形で製造することができる。1917年、第63次元の北、フランスでアンデッドの発生に続いて、脳だけがドローンの中に入っていたルートビヒマキシスは、 リヒトーフェン2.0たちのおかげで、アガルタに到着し、自称全能の存在であり、キーパーの騎士団の一員であるドクター・モンティによって、新しい体を与えられてた。元のタイムラインから彼の娘、サマンサの魂を浄化するのを手伝ったアート・モンティは、召喚の鍵と呼ばれる自分たちの世界を修正することができる強力な異物を手に入れるため、マキシスに指示する。手始めに、マキシスは、 クロノリウムを手に入れるために、彼の友人、エドワード・リヒトーフェンにその任務を託した。召喚の鍵の場所を知った後、リヒトーフェンは第63次元に移動し、1944年のモーグシティに到着します。そこにいたのは、ダンサーのジェシカ・ローズ、汚職警官のジャック・ヴィンセント、新進気鋭のボクサーのフロイド・キャンベル、そしてマジシャンのネロ・ブラック・ストーンだった。4人は、 シャドーマンと呼ばれるアポシコンの命令に惑わされ、召喚の鍵を使って、街の地下に裂け目を開け、古代のアポシコンの獣を解放してしまう。キーパーの助けを借りて、4人は鍵の中にシャドーマンを閉じ込め、自分たちの次元から獣を追放することに成功する。しかし、キーパーたちから召喚の鍵を受け取る前に、リヒトーフェンが召喚の鍵を奪い取り、彼らの努力に感謝して、 ポータルを通って逃げてしまう。シャドーマンは封印したが、すでに開いてしまった時空の門からのアポシコンの進行は止まらず、第63次元は破壊される。その後、リヒトフェンは2210次元の罪のない自分の魂を確保し、先立ってアガルタの家へとその魂を送る。召喚の鍵の中から、シャドーマンがまた会おう、という。 第63次元のタンクデンプシー、ニコライ・ベリンスキー、マサキ・タケオは、サマンサの力によって、オリジナルタイムラインの1943年に、タイムスリップしていた。それから彼らは、リヒトーフェンを探し続けて2年、彼が、デアリエセ研究所にいることを突き止める。オリジナル世界のリヒトーフェン1.0を止めるために、研究所へようやくたどり着いた時には、 マキシスたちをテレポーターで飛ばし、高笑いをしているところだった。彼らの元の自分、ウルティミスの三人の意識を起こすように迫るが、デアリエセ研究所は芝叩く間に、多数のゾンビに埋め尽くされる。デンプシーたちは、ゾンビの猛攻を抑えていると、リヒトーフェン1.0がテレポーターを起動させようとしていた。三人の忠告を無視して、リヒトーフェン1.0は、テレポーターを起動する。 そして、テレポーターから、フランスの発掘基地で出会ったリヒトーフェンが現れる。リヒトーフェン1.0は彼に敬意を表する仕草をするが、対するリヒトーフェン2.0は軽蔑するような目線をし、リヒトーフェン1.0の頭を打ち抜いた。これにより、シノオネマからベリードまでの一連の事件はなかったことになり、スーの時空が宇宙に散ることになる。 予想外の事態に困惑する三人を尻目に、リヒトーフェンはすべては変わったと言って、戦いに加わる。彼らは、巻きスが上がるたから自分たちを見つけることができる、要施設内のビーコンを起動させる。そして、プリミスがゾンビに足止めされている間、935部隊は、ウルティミスのデンプシーを確保し、オーストリアへと逃げる。リヒトーフェン2.0に頭を打ち抜かれ死亡する。 ありがとうございます。